どうも、コマラです。今回はリサージやっていきたいと思います。このゲームはホラーゲームらしいんですけど、完全初見プレイですね、はい、ホラーゲームじゃん。はい、始めていきましょう。ハードなゲームですって。なんか泣き声聞こえへん？え？音小さいか？ホラーゲームこれね、どうでもいいところ音小さいせいでドカンってくるところでビューラッシュくるからね。やだ、音大きくしたくないんですよね。拳銃がありますよ。拳銃がありますよ。同じこと言うな。ロシアンルーレットしてたんかな。ロシアンルーレット、確かにそういう、おお、重みが伝わる効果音というか、誰かを、これ誰か縛ってるんかな。なんかめっちゃモゴモゴしてる声が聞こえる。確か、あ、ちょっと奥に誰かいるよ。なんか向こう側になんか縛られてる人いんな。ね、何、誰や、誰が縛られてんねや。女の人かな。え、何するの。ちょっと何するつもり。やばい、こいつロシアンルーレットする気ねえ。弾全部込めやがった。ダメだって。さあどうする。え、撃つんか。え、嘘でしょ。何人もいる。なショッキングすぎる。それは犯罪者かな、この視点の人。犯罪者じゃん。いや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 、何するつもり。おいよ、危ない危ない危ない。やめてあげてよ。うわー、え、軽い音がした。やめてあげて。死んだの今。嫌がってるじゃないか。おい、うわー、これはひどい。ちょっとショッキングすぎる。これは大丈夫。これ YouTube さん怒らへん、こんなん放送して。うわー、最後の子供でしたよ。え、自殺したか今の。というタイトルの出し方でしょうか。一家心中って感じですかね。こいつらが呪いになれてるな。じゃないんだよ小村、驚け、びっくりしろ。え、どこだここ。はい、出ました。この自殺した人の視点かな。このね、ホラーゲームでよくあるこの風呂場スタート。バスルーム、風呂場に血まみれスタートね。ちょっとフラフラすんな。もう足引きずってんのかな。引きずってる。でもなんかほら、あの監禁された人が各何日経ったかっていうのを、はい、あ、動かせるように塗りました。そうじゃなければウルバリン長押しで掴む、動かす、インベントリー、あ、いろいろアイテムをやっていきましょう。入手して幽霊とか出るんかな。この家を攻略していく感じだ、きっと。ろうそくはそこに置ける。あ、ろうそくないとあかんの。はい、絶対これ儀式してますやん。はい、これ絶対意識してますやん。安全地帯かな。襲われた時はここに逃げ込んだらいいかな、とりあえず。なるほど。どういうホラーかまた分からないんでね。何その置物、怖い。はい、これ電話の音聞こえんな。あ、そっか、中入れんのか。びっくりしたんじゃないか。電話の音に別にびっくりしてビックってなったわけじゃないですよ。ちょっと後ろの最初の部屋に戻ろうとしたんですよね。強がらなくていいよ、小村さん。おお、ああ、右。ポーターが座ってると。はい。なんて、英語やん。このゲーム、日本語字幕ついてるって聞いたんですけど。次回字幕ついてるから、チャンスが分かる？ちょっと分かりません。バイバイ。バイバイ。動けへんねんけど。バイバイだって。電話切れ。バイバイって。これ、日本語字幕ついてるってあれか。もしかしてこういう操作説明のところだけ日本語ってこと？それは困った。ネイバーストーリーわかんねえよ。近所の人だね、近所の人。おお、拾った。あ、回転。なんだ回転って。はいはい。はい。ああ、怖い怖い怖い。今はそのアクションはできない？あ、電気つけられないんだって、向こうは。もうそんなカチカチ電気つけたり消したりしたら、これからホラーしますよ。出てくるから、そういうタイミングで。これからホラーします。小気度、え、小気度。左下に脳のアイコンがある。その脳のアイコンがはっきり見えるとやばい状態ってことらしいですね。まあ、ちゃんちょくんで見えへんけどな、脳のアイコンあるかどうか。ちょっと僕でちょっとすみません、脳が隠れちゃった。あ、メモを見つけた。ガレージの鍵を探してるの。どの駅だ。洗濯室にあるジーンズのポケットの中。ジーンズのポケットの中。奥さん、ありがとう。奥
奥さんがいたんだね。はい。何やろこの声。警察かな。警察？無線の声が聞こえる。第一歩の実績。ラジオだどうせ多分。ほらほらそこにあるラジオ。早く消せ。うるさい。そこのラジオか。はい。インタラクト。昔の写真。マジティ。周波数合わせるな。全然幽霊出てこないじゃん。出なくていいよ。このまんま物件を内見してくる感じで終わろう。ああ、いい物件ですね。広い家だ。広い家だ。もう完全に物件を内見してる。基本なんか手に取れるけど、お拾った今。拾ってへんか。基本手に取れるけど、あんまり入手はできひんな。ああ、まあちゃんと手に取れるっていうのはいいゲームだね。切る。買い替えでもか。キャラクターの生存脈がしますね。これ死んだりすんの？え？真っ暗にするな、小村。え？どうなってんの、今。何してる？もうびっくりした。ただ真っ暗になった時か。どっかで。なんで消えたん？電気。こっち側来たよ。これで消気度下がったから回復しますしょっていうチュートリアルですか？え？何今、なんかホラーポイント来た？見逃した、今。音出たよ。しまった、しまった。あ、寝室だ。どういう部屋の構造？トイレと風呂場突き抜けて部屋があるって嫌やわこんな部屋。あーじゃあこの物件なしです。あれこれ小村さんに似てね。えあそんなことないか。緑色の小村さんかと思った。スペースキット。洗濯室探してガレージの鍵を回収しに行きましょうか。ちょっと自意識過剰じゃない小村さん。洗濯室多分1回やと思うけどな。小村っていうバッグのクラウドファンディングがあるとかなんだ。はい。わあちょっと、あ、でもいい布団使ってますね。お、どうした？怖いよ。幽霊のいたずらが発生したぞ。名探偵ピカチュウが出てくる時の照明だ。鏡は主人公の素顔が見れない。真実は、あ、買い替えて終わる。これ合成できる。わあ両手に両手に錠剤を持つな。はい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 、幽霊出てこいよ。いや、そんな挑発するなって。あここは洗濯物、あ、ここは洗濯室か。え？ここに鍵が。クローゼットじゃないこれただ。あるんじゃ。中、廊下。ジーンズがないね。え？このアイディアも取ったら最初。ねえねえ。ジャージがない。ジャージ言うとったよな。ジーンズな。ジーンズです。ここ洗濯室じゃないんか。ここじゃない。まあよく見たら、これ洗濯物ではないよな。もしもーし。なんだよ。洗濯室ってどこない？なんかろうそく手に入れました。ろうそく邪魔やねんけど、こんな真正面に持たなくていいよ。VR 用意を。ライターがあかんみたいって書いてあったな。なくすやつみたいな感じ。おお、鍵発見。あ、別の鍵だ、でもそれ。このアイテムを取ると新しい章が。章ごとにストーリーがあるのね。なるほど。じゃあ、この鍵の章行きましょうか。じゃあこの鍵今なんか部屋探索して見つけたのが、はい、鍵の章と、はい、このクマさんの絵の章。パンダだな。最初の探索で最初に取るアイテムによって話が変わる的な感じかな。じゃあとりあえずこの章から行きましょうか。びっくりした。怖い。キレキレ行きましょう。よし。小さな紙のついた鍵を見つけた。よし、この部屋やな。ドロレスの章。歪んだ夢。ドロレス。誰の名前やろ。娘っぽいよね、ドロレス。はい、あ、いや、奥さんの可能性あるな。ドロレスちゃーん。ドロレスってちゃんと言え。噛むな。ドロレスを。ちょっと待って。電気つけない、電気つけない。え？ついててこれか。暗いね。取りなくした。開かない。あれすることなくなったで。え、せっかく入ったのに何もなかったよ。あら、ドロレス出てこいよ。めちゃくちゃ探索ゲーっすねこれ。どっかミスって見逃してたらなかなか進めんやつやん。なるほど。お、あ、何、マトリョーシカ人形の実績を解除。え、あ、縛っちゃった。すっごい光るね、これ。これね、まあ、察するに収集要素やな。
なるほいいど。んだよ、そういうのは。僕は本編を進めたいんだよ。本編進めてくれ、小村ちさん。ょっと、1時間ぐらい僕、最初の部屋、何最し初ての家るずっんとださまってるんよ。ですけど、びっくりするほど展開がないんですが、何する、みんなも見てくれてんだよ、結構調べ今。尽くした感あるんですけど、僕の探索甘いんかな。甘いなんよ。ちゃらさんの章入ってからもう名前ドもロ忘れてレしスまったな、なんちな。ゃらさん。ドロレス。やっぱこの部屋か。この部屋でなんかしなあかんのかなんかそな。もうの、できることないんすよね。電気消し何？てみる？はい。あ、つかむってなんかあったわ。めっちゃ見逃してた。つかむってなんかあったこのわ。鏡を開けないといけなかったのね。なんかいる？でって感じなんですけど。おお、ついにホラーが始まった。なくなってるよ。なかった。鏡が消えましたね。この鏡をなんか探しに行くんかな、これから。どこ行ったの？これ僕も鏡。疲れ、お、ブさあ、ラグだっ攻めてた。くるか。いらない来ましたね、から。ついに。グロリアやったっけ？あ、ドア開いドてロる。レスな。テレグビロついリてた部ア。屋。何言ってんだお前。閉めないで、閉めないで。テレビついてるすな、これガ鏡かシ。な。鏡だそれはい。どうせ。ないよ消えなた。んも。お、ほら、ほら。上にある。上にいるね。上に鏡ある。めっちゃ電気が点滅してる。はい、姿を見せてくれ。だよね。鏡鏡ははここのの家家のの部屋の一つ映してるようだ。この部こ屋の行っ部屋たに行ら？けと。どこやこれ。ちょっと待って。何、今カメラが勝手に動いた。何こ屋れ。根裏部屋があんの。導かれてる僕もしかして。なんか砂ぼこりが落ちてますけど。小村さんの足音じゃないのこれ。屋根裏部上に屋誰かいがある。るんか。歩いてますね。すっごい埃溜まってる。怖い怖い怖いいき怖いな怖りい。天井ぶち破ってきたら、シンフォニアの一気の風鳴り指令みたいに上の階からドカーンってきたらね、なんて？困るよね。あ、この部屋か。椅子あるね。どこどこ？血が滲んでる？屋根裏部屋屋根で裏部何屋にか。誰かいるんか。さすがに上になんか鏡に映ってた椅子があるんかな。めっちゃぎっしりって言ってるしね。そうだよきっと。上行かないと。そっから行けるんじゃない？あれを引っ張ればハハンンドドルルに届に。かない。なんか棒がいるんか。うわ、ちょっとボー。ね、このゲーム本当に重要アイテムがどれか分かりにくいんですよ。光ってくれたりしたら嬉しいんですけどね。お、なんかいる。なあ、誰や。人いたじゃん。男の人っぽかったな。はい、こんにちは。やっと人に出会えた。こっち？どっち？どっち？ガレージ？どっち？ガレージじゃない。電気つけた方がええんかな。電気つけあんね。うわ、電気つかへん。あ、うわ。こんにちは。そっちセーブポイントで安全地帯やけど。屋根裏部屋に案内してくれるのかい？案内してくれてんのね。お、なんか音が聞こえる。ドーン来るかな。あおーおれ？ここでいいの？安全地帯なんだよね、ここ。おお。あおおなんてこった。おおおお。老こ夫婦れだ。で、あれか、屋根裏部屋に行けるんかな？そういうことだね。いやーこれなんか逆に時間かかるから急に異変が起こると誰やったんや。本当男にの人怖っいぽかっね。たっすよね。それは男の人の方の写真の顔面潰してるってことは、もしかして女の人だったのかな、今の。いで、やー夫に恨みを持ってたみたいな。男性でしたこんよな感じで今。すかね。この主人公は誰なんやろ。お父さんじゃないんかな。勝手に確僕かもに。この家の主やと思ったんですけどね。何なんだろうね。使っちゃえ。お、来た来た来た。はい、来ました。挟まれる、挟やまばい、れる。潰れる。開ける。立ち位置見捨てない、今、主人公。楽
嘘だな、ほら。はい、来ました。よろしくない場所、映してたやろ。今回のよろしくないスポット来ましたね。これ座るの？座るは座るで死ぬと気違いだと思うけど、座るんかな。 RT 今誰か座ってるって。だから座らへんとか、びっくりした。あっ、どこや、下か。行くしかねえ、時間勝負や。え、明るい、朝になった。なんかあれですね、過去に戻ったっぽくないですか、なんとなく。確かに小綺麗になってるし、こっちなんかこの時間と時間が巻き戻るパターン。ドロレスの症状が悪化して、字幕ついてね。これなんかオプションで字幕あるんかな。あった、字幕。あるじゃん。最初から字幕をオンにしといてくれよ。なんだその普通の文句。来た来た。あ、ドロレスの症状が悪化して、医者ははっきりと病気を特定するのが難しくなってきていた。症状が出ているものとして言われたのは統合失調症、ドロレスさん病気やったと。奥さんかな。結構でも精神病っぽいね、泣いてる。どうしたらいいかもの分からない。治療は症状をただ悪化させているだけ。ちょっと気がおかしくなっちゃって。ちなる家の鍵。ドロレス、ちょっと大変だ。ドロレスさんが病気で狂ってって、それをなんか介護かなんかでいろいろ大変で、主人公も頭おかしくなって一家惨殺的な感じかな。すごいもん、壁にめちゃくちゃ落書き。確かガンツの、ガンツ作ったやつはもうそういう数字をずっと並べてた。ピースがないようだ、いろいろなんか足りひんねんな。ちょっとすみません、ガンツのネタバレに閉じ込められた。スリッパを見つけた。なになになに、スリッパ、あ、これでいいの。あ、割れてる。割れた。え、消えた。いるよドロレスが。足りないやつとりあえず集めたらいいんか。ピースがないようだ。ちょっと暗いんだよなこの家。この部屋暗いんですよ。暗いな、コントラストがすごい。あ、あ、開いてる。え、開いてる。あの部屋ずっと探索してた。なんか音が、何の BGM これ。音がダメだ、音がやばいよ。ねえ、そっち行くな。そんなこと言われてもな、闇の中行くしかないしな。あ、怖い。ジョーカーの笑い声が聞こえる。え、ちょっと前進めへん、怖くて。怖くてってか暗くて。いやいや、怖い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 。これ進めてるかどうかわからへんもん。壁に走ってんだ。ないない、なんだなんだなんだ。めちゃくちゃ怖いな。ジョーカーがいる。もう小気道もやばいことになった。なんだ？どういうこと？夜になった、また。戻ってきたな。現代戻ってきたな。いやー、暗いね。あかん、暗すぎて見えへん。もう一回電話してくれんかな。自分も切りたいな。何、なんかすごい。なんかこっちまで狂ってくるね。何やらされてんのか分かんないもんね。小丸さん、なんか食ってる。安全地帯だと思われてた部屋がめっちゃ真っ暗になってる。暗すぎてほんま見えへん。何どうなってんの。これライター手に入れてへんとほんまに暗くて全然見えへんねんけど。あ、下行けるのね。なんか 下に向かってるようですね。暗くてほんまに見えへんけど。本当に何が、あ、おお、なんか地下室来ました。地下室。いやー、暗い。暗くて周りが見にくい。何、暗いよー。マジで見えへん。ああ、お、ゴール。何ここ。あ、これ鏡か。あれ、どうしたらいいの。
ああ、ひび入ってる、これ。え？どうしたらいいんですか？どうしたらいいんですか？え？バールで割るとか。違うなぁ。もうこれ、回りまくらし、変えることもできんじゃん。なねえ、にわなかにんなないに？んですけど、なんか映ってえ？る奥に、人いる？あれ。ど気れ？のせいですか？暗すぎて。ほら、なんかほん映ってで、るかな？何をしているんだ今。何を？おい。なんか奥に人いるっほぽんといんでだ。すけど。え、何あれ？何をい見ますせよらね、れてん人。の？いるいるいる。いる。なんか人いるような鏡雰囲気のあるんだ中。け。なんか明らかに怖アいイテ怖ムい。を取り逃してきた感あるんやな。どうしたら次回、このラ鏡イのター中をにいる手に彼入れにて気づいて再もらえ挑るの。戦。なんてこったー。次回に続きまーす。